はい、というわけでね、今日はね、岡山の東区の平島っていうね、場所にやってきました。で、ここね、有名なお好み焼き屋さんがあります。以前もね、だいぶ昔に来たことあるんですけど、最近ちょっとね、お好み焼きのブームというかね、リクエストが多いので、ちょっと今日改めて裁縫という形でね、行ってみようかなと思います。ありがとうございます。全部自分で焼くみたいな感じなんですか。なかなか自分で焼くところがないんで、最近。いけるいける。これもう普通に、そこへ真ん中へとっていいですか。それでこれで上手しよう。また一回こうひっくらしたらちょっと押さえたらいいから。わかりました。ここはものすごい熱いな。ここ結構ね、熱が、ここ熱いよ。ここ置いとったらもう本当にひにゃーんとなるんだったわ。ひにゃひにゃに、
ってる。これはな、ここがな、ちょっと焦げるようになったら、これあっちよ。焦げるようにここがな、こうやってしてな、この焦げてたらこうで、こうやってバサッとひっくり返す。わかりました。あっちあっちあっちよ、ここか。あっちはここ一番熱い、ここバーッと出おるから。あ、なるほどなるほど。こっちですか。そうそうです。うわ、おまだ色だけ、はい、次好きなんで。この辺広島風がない。あ、なな、あ、そうなんですか。広島風はこうなくて、キャベツがあって、そういうこと。あ、そうですよね。もうこれだったら、もうこれ、ね、焼いたら、焼くっていうか、乗せたらもうあとは。そうだよ、そうそう。はい、というわけでね、今日はね、真珠というね、お好み焼き、関西風お好み焼き屋さんに行ったわけですけど、この店内の中に、まあ、ロボットがね、接待を、まあ、物を持ってきてくれるというね、ちょっと変わった、まあ、珍百景な、ね、場所でございました。平島のね、ファミリーマートがこの後ろにありますので、まあ、この目の前にお店があるという感じで、ぜひ行ってみてください。11時から、18時までやってるそうです。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。